もうすぐ継承者に会えますね。心の準備はいいですか？師匠に、それなら部外者に教えてはいけないという決まりがありますが、あなただったら別に問題ないですよね。私の先生術は水裏の術。その名の通り、水面に映る星空を観察することで行います。手本を見せるのでよく見ていてください。現在の星座と動きを見るに、例の継承者はセピロス騎士団の人で、若く有能な女性。その情報だと、まさかリサさんか？もうすぐここで会えます。よし、これぐらいの情報があれば十分ですよね。まあ一番基本となる先生術でも一目見てわかるようなものじゃありませんからね。この辺はおいおいゆっくりと説明します。どうやら彼女が来たようです。わあ、栄誉騎士のお姉ちゃん、それとパイモンちゃん、おかえりなさい。彼女こそ例の偉大なる学識の継承者です。継承者？そうです。星の海の秘密を知り尽くした先生術師とはズバリこの私のこと。私がここに来ると分かったからあなたもここに来たんですよね。星の海？星の海って何？そこにも魚がいるの？魚？いやいや、とぼけないでください。まさか私との勝負が怖いんじゃないですよね。お姉ちゃんこそ一体何を言ってるの？クレイ、わからないよ。私の先生術が外れるなんてことありません。念のため聞きますが、あなたのお母さんはアリスさん、そうですね？そうだよ。あ、お姉ちゃんママのお友達なんだね。でもママは今とても遠いところに行ってるよ。ええ、知ってます。それが先生術の結果ですから。でも彼女がここを立つ前、神秘学の知識を全部あなたに教えていますよね。神秘学知識？よくわからないけど、ボンボン爆弾の作り方ならママから教わったよ。クレイのお母さんがモナの師匠の友人兼ライバルだったのか？そうです。師匠は先生術が得意でしたが、それ以外は空っ岸でした。ですがアリスさんは違います。彼女はあらゆる神秘学の知識を知り尽くす天才でした。そうだったのか。でもクレイはまだ小さいし、たとえそういう知識を聞かされていたとしても理解できてないだろう。そうですね。血筋は引いていても知識までは引き継げていなかったようです。参りましたね。これじゃ勝負になりません。そうだクレイちゃん、アリスさんが出発する前、50年の約束と箱のことを教えてもらっていませんか？うん、それなら知ってるよ。お姉ちゃんはあの箱を取りに来たんだね。探すからちょっと待ってて。これじゃない、これも違う、違う違う、これも違う。あ、思い出した、クレイの新しい宝物と一緒に風たちの地に隠したんだ。取ってくるからちょっと待っててね。おいおい、カバンは置きっぱなしでいいのか？私が片付けるから、あなたたちはあの子を追ってください。はあ、あの子そそっかしいですね。箱は大丈夫でしょうか？